ビビ君がいろんな場所に潜入し、普段なかなか見ることのできない舞台裏などを一生懸命レポートするこの企画、題して潜入ビビ君。張り切っていきましょう。第107回目はこちら。皆さんはボッチャというスポーツをご存知ですか？ボッチャとは重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度機能障害者のために考案されたスポーツ。老若男女、障害のあるなしにかかわらず、全ての人が一緒に楽しく競い合えるスポーツなんです。ビファーレン長崎ではこれまでにもどなたでも楽しむことができるスポーツとしてボッチャの普及活動を実施してきました。そして今回ビビ君も長崎県立諫早特別支援学校ボッチャ同好会の本格的な練習に潜入させていただき、ボッチャの奥深さを存分に味わってきました。ということで今回はボッチャに潜入。シンプルに見えて戦略性の高いボッチャというスポーツ、そんなボッチャの魅力と競技の普及活動に努めた人々の思いをたっぷりとお伝えします。まずは普及インストラクターの小柳さんにビファーレン長崎でのボッチャの普及活動についてお話を伺います。ビファーレン長崎の部位にはいつも子どもたちに伝えるんですけど、4つの意味があって、その中の一つに多様性っていうのが入ってるよね。その多様性の活動の一つとして障害者スポーツっていうところにも今取り組んでいます。で、私がビファーレン長崎に所属する前に特別支援学校で働いてた経験もあって、まあ、多様性の中には障害がある人もない人も一緒になって楽しむ社会を目指そうっていうところもあるので、障害がある人もない人も一緒にできるスポーツ何かなって考えた時にね、ボッチャっていうのがやっぱりビビ君も一緒にできるし、みんなで楽しめる、でどこでもできるっていうのがとってもマッチしてるなと思ったので、ボッチャを普及しようかなと思って今頑張ってます。全ての人が気兼ねなく楽しめる多様性を実現したスポーツとしてボッチャがぴったりだったんですね。ここでビビ君、ナギちゃんにあるお願いがあるみたいです。うん、ビビ君、ボッチャの大会を、そう、開きたいんだよね、ビビ君のボッチャの大会。すご、開けますか？ビビ君杯みたいな感じ？ビビ杯やっちゃう？確かに、ビビ君杯でボッチャ大会、いいね、ぜひ。ビビ君、いつかのビビ君杯に向けてボッチャの練習頑張りましょうね。というわけで今回ビビ君がやってきた場所は、潜入ビビ君、今日は長崎県立諫早特別支援学校にやってきました。というのもね、今日ボッチャね、ボッチャ改めてね、基礎なんかを学んでいきたいと思います。それでは行ってみよう。行ってらっしゃい。それでは早速ボッチャ同好会の活動に潜入。今日は皆さんの部活動にリファレンのビビ君、ちょっと拍手しようか。皆さんとね、一緒にボッチャをしたいということで今日は来ております。容赦なく戦う。わざと負ける必要はありません。ビビ君、気合十分ですね。勝負の前にまずはルールとコツを長崎ボッチャ協会会長の奥野さんから教えていただきます。ビビ君がこの白いボール、ジャックボールと言います。おポーンと投げ入れます。でまず一球自分が白を投げた人があれに近づけて投げます。ボッチャは的となる白い目標球、通称ジャックボールにどれだけ自分のボールを近づけられるかを競い合うスポーツ。
赤と青、それぞれ合計6つのボールを投げ、最終的にジャックボールに近いボールが多い人が勝ちとなります。敵のボールでぐるーっと円を描きます。でそこの中にいくつ勝ちのボールがあるかで点数が決まります。できるだけ近づけて、その相手の点数を少なくするっていうのも考えないかんから、今のも最後のボールはやっぱりこの辺に持ってこないと、こういっぱい引かれると4点5点でなくなって、ここ来とけば2点です、頭脳戦だ。頭脳戦だね。戦略性とコントロールが重要なボッチャ、ビビ君、これは奥が深そうですね。それではいよいよ競技スタート。ビビ君、1回戦は審判を担当します。大丈夫？ボール来ましたね。見てた？ビビ君ビビ君、集中して審判お願いします。ジャックボール投げます。青、どなたが投げますか？あれ、僕が投げます。ボールですね。はい、これを上げます。ジャックボール。こちらの生徒さんは何やら器具を使ってボッチャをするみたいです。この器具はランプと呼ばれる投球補助具。障害によって手でボールを投げられない場合は、このランプと競技アシスタントのサポートを受けてボールを転がします。ナイスボッチャ。たくさんの工夫によってどんな人でも楽しめるスポーツ、実際にプレーするのが楽しみですね。それではいよいよ実践です。よろしくお願いします。ビビ君は高校の青チームに。まずは目標となるジャックボールを投げて競技スタートです。先行は対戦相手の赤チームから。かなり近い位置です。お上手ですね。2番手はビビ君、果たしてうまく投げられるでしょうか。ビビ君、一発ですぐ近くまでやりますね。その後も一進一退の攻防が続きます。そしてついに決着の時。えビビ君上手？上手。上手上手。よかったねビビ君。みんなに上手だって褒められちゃった。みんなに褒められて。ビビ君とっても嬉しそうです。ボッチャ、ラッキー。おー、すべての垣根を越えてすべての人が楽しめる、その懐の深さがボッチャ最大の魅力なんですね。それではここからは長崎県ボッチャ協会会長の奥野さんにインタビュー。長崎県内各地でボッチャの魅力を伝える奥野さんにこんな質問。僕もずっと特別支援学校で教員してましたんで、やっぱり重度の子どもたちが、あるいは重度の大人の人も含めて、その何かの試合に出るという機会がほとんどなくて、もうどうせ私はその障害が重いから何もできないんだということをもうずっと経験してきて、でその時にそのボッチャという競技を知ってですね、これはかなり重度の方でも楽しめるし、健常な方と一緒になって楽しめるスポーツだというのを知ったので、そこからボッチャにちょっとこう力を入れてね、普及活動等に今、頑張ってます。障害を持っていても全力でスポーツを楽しんでほしいという思いがボッチャに出会うきっかけになったんですね。そんなボッチャに強い思いを持つ奥野さんにこんな質問。もういよいよ本当手も足も何て言うんですか、口に何か加えて置いてあるボールを
グッと押したりとかね、で今日はなんかあの輪っかを引っ張ってました。ああいう形で参加できます。寝たきりの方もですね、もうあの体幹さえきちっとさせていただければ、あとは介助の人がいろいろしてくれるので、スポーツに参加できる、非常に楽しい楽しい、競技ですね。誰もが参加でき、誰もが楽しめるけれど戦略性が高く奥深いスポーツ、ビビ君ボッチャの魅力をたくさん知ることができましたね。今回潜入したボッチャの魅力、ビビ君もボッチャの試合やインタビューを通してたくさんその魅力を知ることができました。いつでもどこでも誰とでも楽しめるボッチャ、ビファーレン長崎はこれからもボッチャの普及活動に取り組んでいきます。潜入して思ったこと、小さいお友達から大人の人まで、障害を持っている人も持っていない人も、お手手がモフモフな僕でも、誰でも一緒に楽しめるボッチャ。これからもいろんなところでたくさんの方とボッチャができるといいなって思います。ボッチャ友達をどんどん増やしたい。ビビ君杯開催できるように頑張ります。ビビ君。